するしない。じゃあ、お三方でお願いします。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 ライブ一番最初に振られる役だった、振られるし、もう一回付き合ってって言われる役だ。ちょっとやってみて危ないかな。え、これ、まあ、危ないだろう。なんでこれ書いたんだろう、みたいな書いてたよ。これでしょ。あ、これを言わせるためにこっちなんでしょ。私はこれ言っても別にじゃん。でもほら、これ全然はるちゃんが告白してくれてもいいから。とりあえずはるちゃんが告白してもらってもいい。日向さん、こんな校舎裏に呼び出して、一体どうしたんだい？コウノ君、あなたに大事な話があるの。え、大事な話？私、コウノ君のことが大好きです。付き合ってください。ごめんなさい。
があるんだ。僕と付き合ってほしい。あ、無理です、ごめんなさい。え、コウノ君、無理です。2回言われた本当にごめんなさい。見た目っていうか生理的に受け付けないの。じゃあ。付け足されてる。あ、長戸さん、日向さん、お待たせ。君の告白受け入れるよ。どうしてこのクリティンやろうな。まあ、素人2人相手にですね、プロの方2人がですね、まあ、こんな言い方はあれですけど、まあ、大人げない勝負を仕掛けてきてますので、先に溺れた感じになっちゃったのかなと。どんどん内容を持ったらね、全部ただうちらがこう見つぐ係だったよね。のげないって言ったのあるじゃん。のげないって言ったのあるじゃん。欲しくて言ったんですよね。 T シャツを差し上げるっていうのも私、私もらえると思ったから。もらえると思ったから。だからマージャン遊戯王は、交通費出しますよみたいな感じでちょっと情報をしつつ、そうなんです。マージャン遊戯王のやり方はですね、いつも、お願いして1回来ていただいて、その後にノーギャラで交渉するっていう、1回目はちゃんと出演お願いするんですけども、闇の組織みたいなやり方してるんですね。そうなんですよ、はい、我々はですね、タッチが悪いです。はい、ちょっとうちの方がまだ、そうね、ちゃんと来るしね、約束守ってきた。守った。しかも、私は私会ってもない中野さん。私は当日はめっちゃ仕事して走り回ってて、はい、なんか気づいたら負けてて、はんちゃん来てって言われて、もう急にね、うん、って来ちゃった。でも、全部、はい、河野直哉のマイナスポイントのせいなんで、はい。あ、そうですね、はい、確かにあの時は日向プロはものすごい点数良かったんですよね。ちゃんとかかってました、私、はい、いや、そんな言うほど良くなかったですよ。いや、50超えてたから。マイナス70でしょ。80や。